昨9月26日から1984年2月5日は日本の教育者、政治家、岸和田市長を3期12年務めた。青年期には陸上競技選手として活躍し、棒高跳びの日本記録をたびたび更新した。1928年アムステルダムオリンピックでは棒高跳びと10種競技に出場、棒高跳びで6位入賞を果たしている。 大阪府で生まれる、大阪府立岸和田中学校卒業。関西学院に在籍した後、日本体育会体操学校に進学卒業、東京高等支配学校研究科を卒業。1922年、岸和田中学校5年時に、日本陸上競技選手権大会に出場し、棒高跳びで日本新記録を受立。なお、この大会では、 そ高飛びでも4人同順の優勝を果たしている。棒高飛びでは、1928年まで森岡左規制と競いつつ各種大会でたびたび日本記録を更新した。講師研究家在籍中の1928年5月20日、日本陸上競技選手権大会の棒高飛びで出した記録が中澤が更新した最後の日本記録である。 1928年アムステルダムオリンピックに棒高飛びと十種競技で出場。日本選手団の騎手を務め、棒高飛びで6位入賞を果たした。中沢は日本体育大学最初のオリンピック選手と位置づけられている。1929年、東京高等支配学校研究科を卒業した。何は高等学校教授、大阪商科大学高等商業部助教授。 同性図書寺を歴任。1946年、岸和田市商業学校長となる。戦後復興は、産業教育で取り季節し、スポーツ教育、部活動にも力を注いだ。1961年に、岸和田市立産業高等学校校長を退職。浪美省学園評議員を務めており、大阪体育大学の設立に際して、学園と大島県基地を仲介した。 先週地域の産業史研究を行っており、寺田財閥の研究が知られる。1961年12月16日、岸和田市長に就任し、市長を3期務める。この間、市民プールの設置、木材コンビナートの建設、臨海工業地帯造成埋め立て工事の推進、体育館、運動場の設置、下水処理場の建設などに尽力した。 近畿市長会長を務めた。4期目を目指した市長選挙で原登に敗れ、1973年12月14日に退任した。1984年2月死去、名誉市民の称号を追贈される。ありがとうございます。